歌手、和田アキ子、73、が12日、日本放送、ゴッドアフタヌーンアッコのいい加減2000回、土曜前11:00に出演。長年苦しんでいる股関節の手術を決めたと明かした。オープニングトークの中で、遠い、というワードが出ると、和田は、遠いといえば、と何か思いついたようで、私、股関節とか膝が痛いって言っているんですけど、今、足立区の病院に通っているんですよ。遠いね、東京は広いなって思った、と声を大にした。その後、その通っている病院の話となり、ものすごく下町チックな病院なのよ。みんないい人で、看護師さんも先生もすごくフランクで安心できるんですよ。これで大きい病院3件目、やっと手術する方向に自分が決心できた、と手術することを突然告白、まだいつかは決めてないんだけど。するって決めたら気持ちがすごい楽、と心境を語った。現在は、トイレに座るのも大変。座ったら立つのも大変。何よりもお風呂も大変。しゃがむことできない、という。